どうも、翔平です。また、エイリアンアイソレーション続き、バシバシやっていきたいと思います。もう、ちょっとで終わるんじゃない？結構、ボリュームあるゲームですね。リカルド、聞こえる？なんとかなって、アウト・オブ・レンジって言ってるんでね、まあ、県外に近づいてるからって、どれぐらい長く繋いでいられるかわからないけれどもって言ってますね。ってことは、ここは今、アネシドラにいるんですね。だよね、ここね。そうだね、アネシドラっていうアッパーデッキにいますね。もう切れちゃったね。でもここにはさ、もういないんじゃないの？エイリアンは。あ、でもここが発祥の地だからいてもおかしくないね、多分ね。よし。じゃあとりあえずセーブしまして。OK。ただね、ここでなんか、規制されただけだから、ここではまだエイリアンの卵がなければ、そのエイリアンの本体はいないんじゃないかなという予想なんですけれども、どっちに行けばいいの？ここまっすぐ行って、こっちがね。なんだ？お、びっくりした。エイリアンかと思ったよ。なんかエイリアンに見えません？あの形。あの頭のところ。どうするのかな、これ。船長さんはね、どっかに、もう先に行ってるみたいなんですけど、これ何すんの一体？エクスプローザーアネシドラ。Someone has brought the アネシドラ into the Sebastopol space. Find them. だって。誰かが、アネシドラを、セバストプールスペースに持ってきたから、セバストポールの周囲ね、それを誰がやったのか突き止めろみたいなミッションだと思います。でも、まあ、船長さんがもう出かけたということなんで、マーローっていうね、船長さんが、一応悪いやつだから、ショットガンでも持っておく。いや、メイリアンできたら困るんですよね。ちょっと暗いんでつけます。ふむ。大丈夫ね。お、ついたのか、ライトが。オッケー。ここは何のお部屋？パスコードっていう、またここに横に答えがあるんでしょ？オッケー。LM リンクって変わったね。シグナルディテクティブ。マーロー、ヘイストセイズ。ん？ヘイストセイズ、he just picked up some kind of signal。信号をね、キャッチしたと、ヘイスト曰く。I've got Luis trying to decode it now. ルイスをね、デコード、解読させるようにしてるわって。Could be the Nostromo. Nostromo かもしれない。Want to come up and see for yourself? と。うん。ちょっと上に上がって見に来ないというお誘いですね。テクニシャンズリポート。テクニシャンズリポート。マーロー。I just had to do some、much needed work on the sublight engines. The old guard was complaining so loudly. I'm surprised there something didn't fall off during the last jump. なんかね、この船自体の調子が良くないっていう風に言って、The old guard っていうのはなんか矛盾してるけどね。ね、年老いた少女みたいな。がうるさくね文句言ったのよって言って前のねその飛行でなんかうまくいってない部分があったみたいで Everything hold it together for now、今のところは大丈夫だけど、オーバーホールがねもう必要になるのは多分間もなくだろうっていうことを言ってますね。この船自体がなんかガタが来てるみたいですね。あーディープスペースでねヒッチハイキングする羽目になるわよみたいな It's gonna be the expensive job So let's hope you were right about the beacon. その発見したビーコンについてあなたが言ってたことが、正しいことということを願いましょうと。だからお金が必要だって言ってるんですよ。なのでビーコンがその元がねシグナルの元が金の元になるんじゃないかっていうことを言ってるんじゃないかな。Anyway, I have to reset the door key card. Key cord か afterwards. The new one is a 4510 Luis 4510オーディオ。マーローとフォスターがウォークアップファースト起きたと。ああ、フォスターはなんかちょっとね、もう顔色が悪かったと。さっきの、そうだね、多分これは、ブラッディノーズ、鼻血が出てるって。はあ、なるほど。マーロはね、ちゃんとお金払ってないみたいなことです。こんな事態に巻き込んどいてみたいな感じですけど、なんだっけ、4510だっけ ?4510。はい。こっちでいいのかね、こっちでいいみたいだ。これ何する部屋？また電源入れるの？リスタート。また微妙なところに一幕あるんですね、これ。OK。また3回システムでしょ。船のエンジンがこんなダイナモなのかよ。もうちょっとまともなエンジン作ったらどうなんだ。よいしょ。現代の車ですらキーレスだぞ。よいしょ。OK。それでどうすんのこれ。これでいいのかな、ちょっと待って。Bring the Nesdora System Back Online。オンラインにしましょうってことなので、電源を入れればいいってことでしょ。これは核融合とかで動いてるわけじゃないのかな。これもミニ核融合的なやつを使ってんのかな。あそこにあったやつのミニサイズのやつ感じですよね。あ、なんか出てきたよ。またミニゲーム？ミニゲームか。なんかこれ難しくなってるからさ、微妙に。あ、謎の目押し芸ちょっとこれ、私すごい苦手なんだけど。よいしょ、OK。はい、OK です。で、これで動き出したみたいですね。で、どうすればいいんだ？なんかポイントオブインタレストがあるな。ちょっと行ってみます？ぐるっと回る感じか。あら？閉められちゃった。あそこが開いたのね。ちょっと待って、ここはどこに繋がった？ああ、そういう風に行けるようになったんだ。聞こえるといいけどって、アネシドラのパワーを戻したわって。ドアは開いてるし、ライトも。あれ？リプリー。うん。アニシドラにようこそって。どこだ、マーロー。ポイントオブインタレストってこの先の部屋か。ああ、パワーをね、オンラインにしてくれて、戻してくれてありがとうって、仕事が、なんていうの？仕事やってくれて助かるわって言ってますね。ファインドマーロー。別に悪いやつじゃなさそう。あー、なるほどね。この人が言ってるのは、アネシドラ、さっき言った情報の続きですね。アネシドラ自体がもうぶっ壊れそうだと。で、その時にね、私たちフライトレコーダーを見つけたのよって。ノストロモのことね。で、それがユタニプロパティ、その日本の会社のね、持ち物だと。それはね、私たちにお金をもたらしてくれる元よと。うん、ただね、マーローがね、もっといいアイディアを持っていたのと。だ、それを、なんか、さっきのエイリアンのアイディアでしょうね、多分ね。で、どうすんのこれ。あ、そんなとこまで行かなきゃいけないのね。ドアが開いたって言ってたんで、行けなかったところに行けるようになったのかな。こっちに行けるのか。たくさんフリースポット空いてるから、一緒にならないって。一緒の誰かいるよ。テイラーか。あ、約束してくれたのって。探しに行きなさいって。タイラーって怪我した人ですね。女の子、メガネのかけたね。で、その人がマーロと一緒にいて、約束してくれたのって言って、エイリアンの情報を渡せばみたいなことを言ってたん。はあ、はあ、やばやば、あれちょっとやっぱりこれにしといた方がいいな。当てるのが難しい。バラバラになっちゃったってこと？あれもなんか結構強い酸があったんじゃなかったっけ？なんか船体に穴が開くぞとか言ってエイリアン1で言ってたような気がする。大丈夫ね。じゃあとりあえず聞いていきましょう。あれがいるってことはエイリアンいるんじゃん、やっぱり。Whatever it was attached itself, Foster is dead. フォスターにくっついてたものは死んだ。フェイスアワーですね。I found it on floor by her bed. 彼女のベッドの横で見つけたのって言ってて、まあ、スパイダーみたいだったよって。ふむ。Foster said she left felt fine. うん。まあ、調子はいいように思えてた、いいって言ってたんだけど、I insisted putting her into the hyper sleep. ハイパースリープっていうのは冷凍睡眠みたいな感じのところに入れようと、彼女に説得したのって。フェイスハガーがね、彼女に何かしたに違いないと。But maybe I can slow the process. なるほど。その冷凍睡眠に入れれば、そのプロセスをね、進行を止めることができるかも、遅くすることができるかもしれないと。セバストプール is the nearest station。うん、セバストプールがね一番近いステーションだから、そこに行ってね彼女をチェックさせるようにするわと。クオランティーンっていうのはその隔離ね、が問題だけれども、ノストロモフライトレコーダーが、そのチケット入れてくれるチケットになるかもしれないと。うん、何が何でも連れて行かなきゃということですね。ああ、さっきの死んだ人ですね、マーシャル・ウェイツ。オフィシャリー。ああ、もうドッキングはね、断りますって。なるほど。今はね、セキュリティ上の問題があって、セバストプールにはドッキングしちゃいけませんと。ただし、あんたが持ってるプロパティっていうのはそのフライトレコーダーですね。それを持っているさえすれば、最低人数の、人たちをね、こっちに移すことはできますよと。ただなんかその代わりなんかその報奨金みたいのはカットさせていただきますみたいなこと言ってたけど、もしなんかピチャピチャ言ってなかった今。違うか、カメラが動いてるのね。やめてよ、いきなりまた出てくるの。ちょっとまたこれいきなりすごい簡単になったのね。またレベル1になったはい、OK です。その奥とかなんかあんのかな？いけないよね、でもどうせね。やっぱウェイツとこの人たちもなんか密約みたいのを取り決めをしてたんですね、多分。で、ウェイツはウェイツで、金をもらうためにっていう感じか。こっちもいけないみたいですね。うん。特に何もないのかな？ウェイツはウェイツでね、ユタニとなんかね、そのシーゴンの、危ない危ない、びっくりびっくり、何が危ないんだかわかんないけど何これ、センサーね。エイリアンがいるってことだよね。フェイスハガーがいるってことは、なんか揺れてますね。大丈夫ですか？電源がオンになってるだけかな。セーブ、フォスターはね、助けようとしたって、セバストプールに連れてって、一番何でもやれることはやってって、でもそれがバカだったって、化け物は殺すことはできないよと、何の証拠も残さず、もうきれいさっぱり流すしかないって、ああ、なるほど、人類がね、あいつと接したっていうこと、記録も残しちゃいけない。その会社もね、何があそこで起こったのかは知ることはない。ぶっ壊すんだみたいな感じみたいですよ。ってことは、あの人はノストロ、なんか、ね、信じてるっていうか、もう、いい人になったってこと？リプリーと同じ考えの人ですね。またここセキュリティ地だ。多いね。バンバン使わせるね。簡単でいいけど。どれこれあれなんか押し間違えた俺。ここか。まずこれでしょ。で V の G で、これね。はい、よし。さて、おお、この上とかは大丈夫ね。アイテムあるけど近くに寄らないと光らないということなんでね、やっぱよく見ろってことですね。またアイテム作れってことかな。これ作れるね。作っとこうか。ちょっと一時カットします。さて、ちょっとアイテムを作ってきました。これがコールドスリープか。これはなんかもう現実のなんかあれになりつつあるって聞いたんですけど、本当ですかね。ただ人間を冷凍状態にして、それを戻る時にやっぱりね、なんかダメージがあるっていう話をちょっと聞いたんですけど、ただなんか自分の死体を冷凍保存して未来につなげる会社はアメリカにあるみたいなんでね、それは聞いたことあります、ちょっと。有名人の人がね、なんか800万ドル、8000万円とか800万とか忘れちゃったけど、払って、自分の死体を冷凍保存してもらうんですって。で、未来でね、死んだけど蘇らせてもらおうんじゃないかと。いうことで、なんて言うんだっけね、そういうの。忘れちゃった。そのニュースの記事で見たことがありますね。それは死んだ人を本当に蘇らせられるのかというね、問題があると思いますけど、メディキット使っておきます。よいしょ。多分解放してきゃパワーコアで世界ってな、世界っていう役がおかしい気がするんだけど、ユーズターミナルだって。フライトレコーダーを見る。さて、ノストロモフライトレコーダーだって。この声はリプリーじゃないか。これはね、個人的なメッセージ。これはアマンダ、私の娘の絵に向けてる。うん。いつかね、これを聞くことが聞けるといい、聞いてくれるといいなと。うん。トラブルにあったのって、私の船が事故があってね。うん、私たちはね、エイリアンを見つけたのよって。とても危険で。ああ、なるほど。あいつを倒すためにはね、船を壊すしかなかったのよと。ライフボートに今ね、はまっちゃって、動けないけど、うん、なるほどね。シップをね、まあ、船を壊さなきゃいけなかったのよって繰り返し言ってます。人類を守るためにあなたも含めてっていう。うん、そのうち愛してるわ。あ、そのうち愛してるわじゃねえそのうち会いましょうって言って、うん、バイバイと言ってますね。これリプリー、シガニー・ウィーバー喋ってるんでしょうね。声が本当ですからね。映画のワンシーンでそんなセリフあったかな。オーマイガード。でも2の時点ではもう娘さんがなんか80歳がなんかでね、亡くなったってことを言ってたんで。ああ、いた、平。やっぱり悪い人なのかな。わかるだろうって。どうすんの？どうすんの？あ、このね、核融合機みたいなやつをぶっ壊すって。この船が核爆弾になるじゃないのって。あのクリーチャーのね、痕跡をもうぶっ壊すんだって。それが唯一の道だ。会社にね、乗っ取られたら何に使うかわからないってことで、まあ、この船をあれにぶつけるみたいですね。聞きなさい。こんなことやらなくていいのよ。やめなさい、マーロー。お前の母さんが知ったことを分かってるだろうって。同じことをしたと思うんだ。なるほどね。この人に言ってることは、まあ、楽しいっちゃ楽しいですね。でもまだステーションに人がいるのよ、マーロー。フォスターズはもういないって。彼女は私の妻だったんだって。おお、ナイスショット。やったわって感じ。でも遅いみたいって。もう、やばいね。色がやばくなってんじゃん、もう。とりあえず止めるから、ちょっと手伝ってって。で俺の方が見なくていいのよ。パワーをなんか送ってと。AUX のコードを使ってそのつなげるのって。AUX っていうところを探せって言ってるのかな、パソコンで。シャットオフだ。何すりゃいいのこれか。やばいやばいやばい。なんかでもあんまり時間かけなさそうですよね、こういうのね。いつまでたっても爆発しなさそう。テイラーよくやってるわって。メンテナンスターミナルをオートからマニュアルに切り替えてって。ハックザ、これか。それよって。やばい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 。どこやねん。また難しいやつだ。これ。これやばい、間に合わない。間に合わねえ。最初に1個を探すのに手間取ってしまった。これちょっと焦るとわけわかんなくなる。もうちょっとやばいよ。ごめんなさい。こんなところで死んだ。ちょっと連続で撮ってるんで、ちょっと休憩してこようかな。すいません、ちょっとトイレ行ってきます。ごめんなさい。すいません、もう一回いらしてください。戻ってきました。頭に出して。これだよね。これを連打して終わらせる。焦れば焦るほどドツボにはまってしまい。はい、OK です。で、ここですよね。マニュアルに切り替えてと。見つけられないわ、そこに出てくるから信じてって。じゃあ私の仕事はこれを終わらせることね。これがね、なかなか難しいですね。他の人は簡単にできるのかもしれないけど。時間ギリギリになっちゃうよ。はい、OKOK。 はい、終わりましたよ。で、これいろいろやることあるのね。はい、最終的にはこのダイナモエンジンでやるのね。大丈夫なのこれ。大丈夫なのこれ。やったわ。おお、しまわれていく。あれがなんか燃料、なんかあれ、なんかおねが起こってる。プライマリーシステム、主要なシステムがもうぶっ壊れてるって。マーローがね、オーバーロードさせるように下が仕向けたのよって。この船自体がもうダメになるって。どうすんの。ここでもう終わり。これエンディングか。大丈夫ですか、お姉さん。エスケープだってもう。ダメみたい。もうあの人、ちょっと早く開けて。わお、ちょっと待ってね。これで見た方が早そう。すごい。クリティカルコラプス。ちょっとやばい。またエイリアン出てくるって話。ちょっとすごいなこれ。まっすぐここで、左みたいですね。わお、まっすぐ。すごいね。もう船がひっくり返ってるのかなこれ。どうすんので、こっちに行けって。え、どこに行かないといけないの？戻らないといけないみたい。おー、どここっちね。ここはエイリアンが出てきたところ。やめてー、ちょっと早く出してよ、私を。やばい。ちょっとどっちこっち。はい。便利なナビゲーションシステムがあるんで、私には行く道が分かっちゃうという。もう後ろに炎が迫ってるみたい。後ろは向きたくない。じゃあこれに乗って出発ね。はい。オッケー。おお、すごいですね、なかなか。ふう、ザ・メッセージ。さあ戻ってまいりました。カットするかどうか分かんないですけど、リカード聞こえる？レプリー、アレストラがオービタル、なるほど。我々のね、この今の乗ってる船の、軌道を修正するような。なるほど。トレンツが最後の望みだから、っていうことですね。なんか、ブロードキャスト。外と更新できるようになったんだ。なるほど。なんか船がね、爆発したの見たわって。スタビライザーってのは安定する重りみたいのをぶっ壊したみたい。なるほど。ドックがねできないんだけど、ドッキングがね、なんか助けが必要な、救助の必要な人たちを運び出すことはできるかもしれないみたいなことを言ってましたね。よいしょ。なんか木星に似た星になんか墜落しちゃうって言ってたんですよ、さっきね。スタビライザー、衛星軌道上にずっと滞在してる重りみたいのが壊されちゃって、このままだとガスジャイアントって木星みたいのに墜落しちゃうっていうことだったみたいですけど、これはまたプラズマトーチを使えと。違うな、イオントーチだったわけ。じゃあトレンツが最後の望みだということです。トレンツはこのアマンダが乗ってきた船ですね。なんか全員乗ってきたと思ったら違うんですね。まだ生きてる人がいたんですね、中に。生きてる人っていうか、トレンツは大丈夫。エイリアンも怖くなっちゃったので、これはどうすればいいのかな。レセプションに行くのではなく、やっぱりこれぐるっと回っていかないといけないのかな。ちょっと待ってね。フレームスローになってるね。64しかないよ。あれ人間じゃないの、あれ。シーグソンのセキュリティがどっか行ったって。フレンドリーには見えないって。トレンツだって。なるほど。通信を聞いてね、コンタクトを取りたいんだやつらはって。やつらね、力で奪い取るつもりだって。なるほどね。じゃちょっと待ってね。ボルトガンを使っていくか、リボルバーで対戦してるか。これ狙うのがまた難しいんですよね。どこ行った？狙えないよ。ちょっとやばい、やっぱり。ダメだ、当たらねえや。よいしょ。頭を狙った私がバカだった。落ち着いて。ちょっともうこの距離で当てるのが難しすぎる。よし、とりあえず1人片付けたぞ。ショットガンを食らっても微動だにしないというこのタフネスさを見よう。なんか複数敵がいるみたいだと思います。おー、痛い。今度はダメージでかい。ショットガンでいこうか。どれぐらい効果あるのかわかんないけど。ほら、いや届いてないぞ、多分当たってないだけかな。ちょっと回復する。人間との戦いはちょっとお粗末だけどね。当てんの難しいだろこれ。あ、なるほど、リロードボタンを押すと全部薬莢捨てちゃうんだね。これ倒すの難儀だね。フラッシュバンとかもうまく使うべきなのかな。フラッシュバンにして、それプレゼント代。おー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 、ちょやばいやばいやばい。ちょな、フレームスローになってるのはなんで？何の意味もなかった何の意味もなかったよ。もうやだ、もう人間に苦戦するなんて。もう出てこいよ、ちょ、一品ずつ。しぶてえな、おい。当たってねえって話だけどなちょっとやばいやばいやばい。どこにいんの？もう通り過ぎて行った方がいいのかな、これ。こっち側にも入り口があるような気がするんだけど。どこにいるんだろう。いた。これ撃てんのかな、ここから。あ、ダメなのね。ああ、ちょっと卑怯よ、それ。もう当てんの知らんドラザなんだけど。もうやだ。いった。もう弾なくなっちゃったのね。ショットガンで突っ込んでっか。ほら、外れ。もう何このご利用し見てて恥ずかしい見てて恥ずかしいよ、ちょっと。ってことはエイリアンが来るのかな。戦闘してしまったからにはきっとやってくるだろう。メディキットがなくなった。メディキットはまだ大丈夫かな。 OK。 じゃあこの部屋で何かしなきゃいけないのかな。なんかアイテムがあるみたいだぞ。これは何に使うもの？エイリアンは来ないんだね。カメラフィードを止めてドアアクセスをアクティブにしとこう。これでどっかに入れるようになったんじゃないの。で、何かがあるみたいだよ、この近くに。あ、あった。まあ、タグか。タグと、あとはなんかこっちの部屋の隅にも何かあるみたい。何もないぞ。なんかキーカードとか持ってたら嫌なんで、一応この倒した人たちを見とく。倒した人どこ行っちゃった？まあいいや。それで向こうに行かなきゃいけないみたいですね。いや、またいるよ、もう。どうしよう。こっち行っていいの？なんかとりあえず行けるようなんで、こっち行ってみようか。ショットガンももうないしね。なるほど。ちょっと漁らせてください。アクセスリワイヤーで。さて、どうしましょうね。ライトニングをオフ。これもオフ。これでよかったのか。これになんでセキュリティアクセスチューナーを使わなきゃいけないの？あー、また難しい。シビアになってるね、ちょっと。これ。これね。はい。イニシャライジング。大丈夫なのか、これアクセスしてて。なんか誰か動いてるみたい。ファイルコラプト、ドアアクセス、これをオンにする。どこのドアがアクセスになったのかわからないけれども、またあるんだけど、パソコンが。一つにまとめておけよ。コールログ。まあいいや、ちょっと誰か喋ってるな。サーチ。ちょっと武器の弾とかないの？弾とか。これと、はいよ、センサー。上はないのね。いやー、どうしよう。ボルトガンぐらいあるのは。飛んでいきそうなものは。何人いるんだろうね、これね。いやー、大丈夫かね、これ。ちょっと当たんのかな、あれ。ほら。ダメだ、一発で死んでくれない。なんか、狙っててくれてる。そのまま動かないんじゃない？あれ？絶対当たったろ、今の。当たってない。おー、びっくりした。タフすぎるだろ、あんたら。もう、ショットガンもなくなった。これはモロトフで行くしかないか。オッケー。ちょっと待とうか。お前が出てくるのか、それで。こいつ味方だったのかな、もしかして。あれ？ボルトガンリロードされてない。逃げることは事故につながりますとか言ってる。間に合うかな、これ。オッケー。リロードしとこう、一応。オンパレードやの。はい、リボルバーアームね。一発かい。しけてるね、あんた。あんた、しけてるよ、ちょっと。この人は OK。 リボルバーも手に入ったよ。とりあえずどうやら先にこっちに行かなければならなかったみたいなんでちょうどよかった。 OK。 じゃあとりあえずもうアイテムはこれは何、これ何をオンにするの？さて、スピーカー、ライトニングも、これでいいのかな？別に何もしなくてよかったのかもしれない。なんかどっかのドアのアクセスをオンにしたんですけど、アクセスリワイヤーがいろんなところにあるね。なんかみんな同じみたいだね、どこも。で、ここが立ち入り禁止。立ち入り禁止の割にはなんかしょぼい。スクラップ。なんだ、エリアか。じゃあ、入りまーす。よいしょ。それで、次はなんかエイリアンが出てきそう。なんかもう、オープンドア。開くのこれ。おお、重そうだね、随分。今回は長くなりそう？大丈夫なんかいな。そろそろセーブポイントが。人がいるんだけど、その目の前にいった。おまっおまっ、弾切れた。ちょっとどういうことだよ、もうやめてくれよ、そういう意地悪は。どこ行った？ほら、ああ、やっちまった。これでもうエイリアンと戦うことができなくなった。ショットアーモよりエイリアンと戦う武器を。ここはスクラップね。あ、同じものが置いてある。モーションセンサー。こんなのあったね、それはね。映画の中にも過去動いてるやつ。え、なんか落としたよ今。なんか誰か歩いてない？歩いてない。OK。すいません。Hughes ってさっきの人ですね。I put the manual lock on the door leading upstairs. Don't want any accident until we figure what's going on here. Chief。チーフって誰のことだろうね。マニュアルロックをかけておいたって、アップステアーズに、このね、上、階下、会場にね、our manifesto, audio, please understand. Marie って誰だろう？ああ、さっきのことですね。わかりました。ドアアクセスを OK にする。多分ね、あれのことですね。誰かがね、コミュニケーションを、その外部とのコミュニケーションツールをオンにして、ね、あそこに行けるようにしたから、トレンツがね、最後の希望だって、っていうことを恋人に伝えてるのかな、この感じは。で、上の方のドアをマニュアルに 60% しか起動してませんって、その起動安定装置的なのが。じゃあ今回はここで終わりにしようかな。よし。あー、そこでもたついた。ちゅうことでまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。